対明テレビ局がドラゴンズ特需に沸いている。特に16日の中日対ヤクルト戦は東海テレビで平均世帯視聴率が 10.6%、 翌17日の CBC 放送では 12.0% と、いずれも連日2桁の高視聴率を記録している。中日ドラゴンズの活躍が続く中、地元名古屋では立浪和義監督の影響力が視聴率を押し上げており、大谷選手以上に盛り上がっていますと放送関係者も驚きの表情を見せる。さらに地元テレビ局は情報番組でもドラゴンズを積極的に取り上げ、特集を組むことが多くなっている。メイテレのドデスカプラスでは17日に中田翔内野手や細川誠也外野手のインタビューを12分間にわたって放送。 CBC のちゃんとでは4月から毎日ドラゴンズ情報を伝えるマイドラコーナーがスタートしており、地元ファンの関心はさらに高まっている。4月は新生活が始まる人が多いため、視聴習慣にも大きく影響します。ドラゴンズがテレビを見るきっかけになればとテレビ局関係者は期待を込めて話す。立浪監督になってからサブチャンネル放送も活発になったし、ありがたいよ。こういうのは何度も見るんやけど、別に立浪のおかげとかではないやろ。ガチで東海3県だけ大谷より中日よな。大谷翔平よりドラゴンズ、こんなん当たり前やん。勝つことが最大のファンサービス。立浪さんはドラゴンズの宝。立浪ドラゴンズは人気。去年までだったら3回くらいしか勝ってないからな。東海地方の人は低迷が長いから勝ちに飢えているんや。去年までなら2回裏でチャンネル変えてたわ。観客がすごく盛り上がってるな。好調ならナイターの試合開始からやるべきやろ。あとビジターの試合もやな。アメリカはロサンゼルスドジャース、日本は中日ドラゴンズ、2024年は日米似たものロゴ同士、盛り上がるな。ようやく投打が噛み合ったのか、春の珍事か、まだ安心できないわ。特需というより昨年までがひどかったからな。